ケリー、マイクが育ったエリック牧場には、亡きデビッドと過ごした思い出深い場所がいくつもある。この池もその一つである。3人は連日の激しい戦いに疲れると、揃ってここへやってきて、デビッドの思い出を語り合う。もう何度も語り合った小さなことごとも、3人にとっては心に安らぎを与えてくれるものなのだ。3人のデビッドへの深い愛、それは何もデビッドが死んだことによって培われたものではない。デビッドの生存中から彼ら兄弟は強い絆で結ばれていた。さあ、ケビンのアイアンクローが依然として決まってる。あった、場外に落とされました、落とされました。ここでデビッドが駆けつけます。デビッド・オン・エリック、ジランボーが駆けつけた。なんとかリング内に戻ろうというケビン・オン・エリックですが、ちょっと先ほどからの肩のダメージが大きそうであります。さあ、ケビン・オン・エリックがロープ内、リング内に戻りました。ロープをくぐりました。しかし相変わらず膝を使っての攻撃を見せます、チャンピオンのハリー・レイスだ。心配そうなデビッド、覗き込んでいる。あっと、肩が相当痛い。ハリー・レイスがデビッドを蹴りました。デビッドが大きくよろめきました。さあ、起こりました。デビッド・オン・エリックリング内、ハリー・レイスとデビッド・オン・エリックに対戦相手が変わりました。右の猛烈なパンチ、ストレート、そしてロープに飛んで膝をぶち当てました。デビッド・オン・エリックであります。馬乗りになった。この辺りはケビンのそのやられたお返しをデビッドが3倍にも4倍にもしてハリー・レイスに返している感じであります。いかにもこの辺りはやられたらやり返す、エリック兄弟の鉄の結束を見る感じがいたします。なおも痛めつけます、なおも痛めつけます。レフリーが2人がかりでデビッドを引き離しにかかります。なおもやります。パンチをなおも叩き込みました。ようやくレフリーが引き離した、ようやくレフリーが引き離しました。ケビン・オン・エリック、残念ながらタイトル獲得はなりませんでした。慰みます、慰みます。デビッド・オン・エリックであります。デブ、みんな元気でやってるぜ。マイクもすっかりレスラーらしくなった。ケリーも相変わらず派手にやってる。デブ、大丈夫だ、心配しなくていい。デブ、ガンガントレーニングしてるぜ。約束通り俺チャンピオンになったぜ。しかしちょっとの間だったけどね。ああ、そういえばこの間日本へ行ってきたよ。兄貴、聞いてる？俺もう一度チャンピオンになるよ。兄貴、最近俺、兄貴にそっくりだってみんなに言われてんだ。レスリングスタイルまで。どうやら兄貴の精神は俺の体に宿ってるみたいだ。将来、兄貴のようなレスラーになるよ。兄貴はいつまでも俺たちの心のチャンピオンだ。デビッドは僕らの心の中にいるんだ。だから決して墓参りには行かないよと3人は言う。だがそのデビッドの墓を訪れてみると、テキサスの黄色いバラがまだみずみずしさを保って備えられていた。誰が置いていったのだろうか。 But God knows we need you too.